どうも、ジンタンです。今回から、真夜中の人形使いという、すごい、巷で有名な、泣き芸らしいですよ。やっていきましょう。ビホラーでもあるのかな？はじめから。お、動いた！動いたぞ！動いたぞ！このゲームはフィクションです。ゲーム中に登場する、個人名、団体名、地名、事件などは全て架空のものであり、実在のものとは一切関係がありませぬ。なるほど。ありませぬ。動いたぞ。タイトル画面良かったもんね。すごい。楽しみだぜ。お？未知のソータ。マヤかな？マヨ？マヨじゃないよな。マヨじゃないよな。マヤかな？いやでもマヨの方が可愛い気もする。マヨ？マヨ？マヤかな？深夜なの？どっちだろう？わかんない。マヨにしとこうか。あ、マヨじゃん！マヨじゃん！マジで？未知のマヨ。ん？マヤかと思った。主人公女の子だってのは知ってたんで。本当にマヨなんだ。かわいいマヨ。かわいいマヨよ。未知のソータ。ごめん。もしかして寝てたのかい？未知のソータってお父さんかな？マヨちゃんだ。うん、少しうとうとしただけ。マヨちゃんかわいいね。当たってたわ、まさかの。そうか。なあ、マヨ。夕飯は何が食べたいマヨ？夕飯？ああ、家に着くのは遅くなりそうだし、今日は外で済ませてしまうかと思ってね。何か食べたいものはあるかい？私は何でもいいよ。俺はカレーが食べたいです。俺は寿司がいい。回らない奴な。待って。ミスターマスパー？誰この子？誰この子？人形だよね。真夜中の人形使いだからか？マヨちゃんが人形使いなのか？なんか喋ってない？普通に。何でもいいのかい？それじゃあお父さんが適当に決めてしまうよ。ミスターマスパーだって。うん、いいよ。おい、虫かよ。この声って聞こえてないのかな？ん？ちょっと、うん。確か、この山道を抜けた先に、美味しいって評判の、モビアック専門の料理店があるんだ。今夜はそこで夕飯にしよう。何モビアックって。モビルスーツじゃないよね。なんだモビアックって。ガンダムに出てきそう。モビアック？おいおい、モビアックなんて冗談じゃねえぞ。寿司を食わせろ、寿司を。なんだ、モビアックって。何、モビアックって。お父さん、私、モビアックは苦手かも。モビアックって何？待って、置いてかれてる。何、モビアックって。こいつ、動くぞ。あ、そうだったか。それじゃあ、モビアックはやめようか。何、モビアックって。ごめんね。何でもいいって言ったのに。そうだよ、本当に。いいんだよ、お父さんこそ。ごめんな。やっぱり抵抗あるよな。それじゃあ、夕飯は別のものに。で、あれ？モビアックの説明なしなの？これって俺が知らないだけでみんな知ってるの？モビアックって。何モビアックって。わかんねえ。どうしたのお父さん。話が頭に入ってこない。いや、それが突然エンジンが止まってしまったんだ。エジソンじゃないよね。エンストですね、エンスト。ダメだ。エンジンがかからない。困ったな。立ち往生じゃないですか。エジソンはすごい有名な科学者ね。お、出てきた。あ、等身が高い、他のゲームより。治んないの？治んないの？おい、マヨ。はぁ。また虫かよ。親父は外にいるんだし、ちょっとくらい話したっていいじゃねえか。マヨちゃんにだけ聞こえるのかな？はぁ。はぁ、まったくつまんねえな。どうして親父と一緒の時は、俺のこと無視すんだよ。親父に心配かけたくないってのはわかるけどな。それじゃあ俺の人権、いや、熊犬はどうなるんだよ。熊犬。いや、かわいいからいる。でも牙出てるね、すごいこの子ね。人食いそう。おい、マヨ、何とか言ったらどうだよ。だって、お？だって、自分の子供が一人でブツブツと会話してるのを見て、悲しまない親なんていないでしょ。ですよね。一人部屋にこもって、パソコンに向かってブツブツ言ってる僕を、親はどう思ってるんだろう。悲しい。だってなんだよ。なんでもない。どう思ってんだろう。まったく、すぐこれだよ。そうだよ。気にすんなよ、もう。ところで、マスパー。熊犬っていうのはおかしい。あなた、ぬいぐるみなんだから。そこなの？そこなの？ものすごいなんか心が痛むわ、この話。なんか俺のこと言ってるみたい。あ、ダメだ。お父さんにはさっぱりわからん。頼りにならねえな。助けを呼ぶことはできないの？携帯とかで。それが携帯が圏外で繋がらないんだ。おう。つんだな。
おいおい、今時富士山の山頂でもつながるってのに、ここは一体どんな秘境だよ。携帯助けを求められないんじゃ、一体どうしたらいいの。実はさっき気づいたんだけどね。何を。おお、館か、館なのか。お入りくださいみたいな道が広がってる。あそこに道があるのが見えるかい。見える見える。あ、ほんとだ、全然気づかなかった。画面外だったからね。画面外だったから。もしかしたらあの道の先に民家か何かがあるかもしれない。お父さん、ちょっと様子を見てくるよ。一人で。え、じゃあ私も行く。いや、お父さん一人で大丈夫だ。外は雨が降ってるし、前はここにいてくれ。でも大丈夫、すぐに戻ってくるから。おそらく戻ってこないだろうな。ホラー映画だとそういうセリフを吐いたやつは真っ先に死ぬよな。せやな。それじゃあ行ってくるよ。気をつけてね、お父さん。あ、お父さん一人で行くの。傘もささずに。わあ、会えんのかな、会えんのかな。トゥルーエンドで会えるみたいな感じかな。このゲームもね、マルチエンド方式らしいですよ。なのでなるべく全部回収したいな。お父さんまだかな。もう30分も経つのに。30分はちょっと微妙だな。まだついてないかもしれない。お、こんなに待っても来ないなんておかしいよね。やっぱり私も一緒に行けばよかった。よし。お、動ける動ける。おい、どこに行くんだよ。あ、かわいい。お父さんを探しに行ってくる。キャラグラすごいかわいい。親父を探しに行く。でもここで待ってろって言われたじゃねえか。言われたね。そうだけどあまりにも遅すぎるでしょ。お父さんに何かあったのかも。あの親父のことだ。俺たちには想像もつかないようなどんくさい理由で遅くなってるだけだろう。マスパーちょっと気になってたけど結構口悪いな。毒舌キャラみたいな。もうどうしてさっきからお父さんに突っかかるのよ。マスパーはお父さんのこと嫌いなの。ああ、嫌いだね。嫌いなの。だいたい俺のことが見えないってのが気に食わね。あ、見えてすらいないの。人形はあるんじゃないの。え、しょうがないでしょ。あなたは私の妄想なんだから。え、妄想なの。人形が喋ってるんじゃないんだ。で、こんなところで口論してる場合じゃないわ。早く探しに行かないと。はあ、まったく世話のかかる親父だぜ。マスパ、お、いる、いる横に。あら、ついてきてくれるの。俺はお前の妄想なんだろ。だったらお前のそばにいなくちゃな。なんかイケメン臭がする。どこに行った、どこに行った。スカートの中に入ったのか。消えたぞ、なんか。え、足元で消えたんだけど。おい、マスパ、変われよ。操作説明、十字キーに決定にリングコマンド、メッセージスキップ。ずるい、ずるいぞマスパー、ずるいぞ。あ、なんだこれ。あ、聖剣伝説の血を引くものか。これはリングコマンドって聖剣伝説じゃないか。懐かしいなこの感じ。マジかよ。ノーアイテム、アイテムがありませぬ。いいなこの感じ。まさか聖剣伝説要素が出てくると思わなかった。お父さんの車だ。動かないんです。まあ、動かないか。じゃ帰りまーす。帰りまーす。お疲れです。お疲れ。あ、いけない。いけない。何かに阻まれてる。この子すごいぞ。あ、まあいいか。まあいいや。行きます。行きます。行かなきゃダメ、ほんとに。こっち行ったらバッドエンドとか行くんじゃないの。行かないかな。結構広いな。あ、ダッシュは？ダッシュは？待って待って、回ってる回ってる。ダッシュはない感じか。ない感じだ。うん。リングマンドといえば聖剣伝説だよね、やっぱり。おなじみの3がね、超好きだった。うん、ケビンだっけ、あの獣人化するやつ。あいつめっちゃ使ってた。なんかあるぜ。あ、水たまりがある。水たまりがある。これ開いてるのか扉。結構でかい館だな。入ります。お、なんだか不気味な屋敷だな。人の住んでる気配は感じられないが。すみません、どなたかいらっしゃいませんか。返事はなし。マスパーの言う通り、ここは空き家なのかも。でも、だとしたらお父さん、どこに行っちゃったのかな。道の先には、この屋敷しかなかったんだ。親父は絶対にここに来たはずだぜ。そうかもしれないけど、誰もいないから引き返したかもしれないでしょ。なら俺たちとすれ違ってるはずだろう。山道から屋敷まで一本道なんだから。ということは、親父はまだこの屋敷のどこかにいる可能性が高いってことだ。はっ。お父さん、どこにいるの？返事して。はあ、これは夕飯は当分お預けだな。いいですね、マスパーいいですね。セーブしよう。とりあえず待って、年齢16歳。
あ、マヨちゃん16歳なんだ。もっとなんか幼い感じがしてたわ。あのキャラグラから。年齢0歳、ミスターマスパー。16なんだ。なるほど。高校1年生かな。高校1年か2年。あ、電気消える。これもなんか謎解きに関係あるのかな。いやでもこのオリジナルのキャラグラいいですね。すごい、このゲームは手が込んでる感が出てるぜ。やばい、楽しみ。これなんだ。あ、ボタン押しても反応がない。エレベーターなんだ。板チョコが2枚並んでるんじゃなく、なるほど。ホワイトチョコレートだよね。あの形。電気めっちゃ消えるな。入りまーす。前を入りまーす。お、中には何も入ってない。いい感じに紙が固まってますね。金庫が置いてある。開けるには4桁の暗証番号が必要のようだ。ふむ。まだ番号わかんないからな。時計の針は7時を指している。7時。覚えとこう、一応。結構部屋いっぱいあるな。入ります。ソファーの下に何かが落ちてる。ふむ。細長いものがあれば取れそう。細長いもの。時計は7時。夜の7時ってことでいいのかな。花束じゃない。花瓶が置いてある。うん。花を生ければ、なんか出たりするかな。で、鍵かかってる。ここにはないと。通風口がある。あれ、なんもないぞ。アイテム、アイテム。アイテムが。いいな。やっぱキャラグラ可愛いと、動かしてて楽しいね。楽しい。で、あ、なんかある、なんかある。あ、机の下にバットがある。バットを取りますか。お、バットを手に入れた。これか、この、あ、アイテムの使用方法について。アイテムは自動で使用されません。何？使用するには装備をする必要があります。X もしくは、バックスペースを押すと、リングマンドが開くので、そこから使用したいアイテムを選択してください。ふむ、アイテムを使用した状態で、特定の場所や物を調べると、アイテムを使用することができます。バットってことは、戦いもするのかな？はい。お、バット持ってる。バット持って無人の館を探索する女子ってどうなんだろう。ちょっとした恐怖だな。バット持ってんだこの子。怖いな。取りに行こう早速。どこだったっけな。まあ、いざとなったらこのバットで戦えるよね。ここだっけか。あってた。ほらほら持ってるよ。バットを使います。ソファーの下から鍵が出てきた。お、 1F 東部屋の鍵を手に入れた。 1F 東部屋の鍵、1F 東部屋、西、もう、こっちか、じゃあ。ここじゃない？待て。よし。これでしょ？あ、よしよしよし。最強じゃないか。お？車だ。え、待って。この車って乗ってきた車じゃね？あれ？車の絵が飾られている。あれ？違う？似てね、すごい。え、発光、蛍光塗料の缶が置いてある。蛍光塗料、音、あ、引き出しは空っぽだ。おやおや？うん。時計は全部7時だな。え、まだここに来るべきじゃなかったのか。まだセーブしたいな。まあ、いっか。でも死ぬことないでしょ、このゲームね。探索脱出ゲーム的なジャンルだった気がする。電気消したら、ああ。電気消したら部屋の中も、え、待って、え、え、暗さの度合いが違う。なんでなんでなんで、え、え、え、なんだろう、暗さの度合いが違う。なになに、え、え、どう違うの。大元ってこと、主電源ってことこれ。じゃあ真っ暗にして部屋に行けば蛍光塗料が光ってたりするのかな。暗黒放送かな。ちょ待って、ここだったっけ。そういうことじゃないかな、蛍光塗料って。あ、光ってないね。あ、なんか出てる、なんか出てる。ほら見て、見えるかなこれ。1003、絵にね、1003で書いてある。いや、1008だ。1008って書いてある。よし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 。これでいいんじゃないか。これで金庫の番号分かったんじゃない。じゃ、くれな。どういう仕組みなんだろう。ここつけたら、明るさ軽減された。まあ、いいや。行こう。行こう行こう。あっちまで戻らなくてよかった。で、1008。10、これだな。結構謎解きは簡単な感じかな。4桁の数字。1。008。OK。鍵が開いた。何です？レクリエーションルームの鍵を手に入れた。どこだろう、レクリエーションルーム。レクリエーションルーム。ここはあれだよね。エレベーターだよね。レクリエーションルーム。鍵かかった部屋は2箇所あったね。2箇所。ここかな？あ、ここか。よしよし、サクサク。え？
あれってビリヤードの球じゃないよね。あれでかさが違う。あれ穴に落ちないよね。待ってめっちゃ怖い。ビリヤードの台がある。あれビリヤードの球ではないよな。怖いですよちょっと。何あれ。あ、何か道具があれば外せそう。プラスドライバーですか。待て待て、すごく大きい。わあ大きなテレビ。いいな、でかいテレビ欲しいな。枯れた植物がある。ちょっと待って、あれ調べていいの。ちょ、セーブしよ、セーブしよ。死なないよね。待って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 、そんな感じ。待って、あの、転がる。待って、どうすん。ちょ待って待って、どうすんだろう。転がるぞ。まさか予想外だった。転がすのか。木の隙間にプラスドライバーがある。プラスドライバー取ります。はい、あれかな、プラスドライバーでここを開けて。ま、どうしたの、どうしたの。もうなんでいきなりつくのよ。え、なに、なに。ちょ待って、いいよそういうの。はい、壁、道具あるよ。プラ、あ、じゃあ、はい、プラスドライバー、プラスドライバー、はい、使います。プラスドライバーでここを開けて、中が空っぽだった。ここに、このゴールにこの球をシュート、狙いをつけてシュートすればいいんじゃないのこれ。相手のゴールに球をシュート。あっあっあっ、待って待って待って、相手のゴールにシュート。あれそうじゃないのか。エキサイティングしたいのに。え、違うの。エキサイティングできないの。なんでいきなりつくのよ。そういうこと。あ、バットでぶっ壊すって、このボール。どうだ、それでどうだ。ダメなのか。え、何すんの、テレビバットで壊す。ほらほら、あれ、あの球なんだ、なんだあの球。え、あの球なんだ、入れんのかここに。え、でも入らないですよね。ええ、あ、外に出すか。外に出してみる。この球持っていこうか。玉泥棒しちゃう。玉持っていく。持てても使うところわかんないけど、いい、あの、いい感じに入らない。ちょ待って、いい感じ、よし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 、あ、出た出た。この野郎、人間様を舐めやがって。この野郎、舐めるなよ人間を。ちょ、あー、ダメだダメだ。え、いい感じに転がらない。どう、え、何、めっちゃ遊ばれてるんだけど。ここにいたら積みますよね。何これ、ビリヤードの玉じゃないの。枯れた植物がある。あれ、プラスドライバーであっちの通風口いけるかな。じゃああれ使わないの。めっちゃさ、めっちゃ気になるんだけど、あの球。めっちゃ転がされた俺が。コロ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 もてあそばれた。ここの開けるのかな。ほら通風口、あ、ほら、やっぱりプラスドライバーを使いますね。ほら通風口の、蓋が開いた。やっぱり入ります。待って、待って、そういう感じ。え、怖い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 、やめてくれよ。で、大丈夫、なんかバイオハザード的な。え、あ、あ、何も出てこなかった。怖え、あの感じ怖えよ、すごい。お、中は空っぽだ。一人称視点怖いよね、中は空っぽ。ソファーの下に何かあるんじゃないか。ふかふかそうなソファーがある。ふむ、これなんだろう。壁にレバーがついてる。レバー下げます。はい。庭の池からマジンガー Z とか出てこないかな。遠くで機械の動く音がした。やっぱりマジンガーだ。お、おい、何のレバーだこれは。わかんない。何なのかわからないのによく下げたな。下げたのかよ。まあいい、何か変化がなかったか調べに行こうぜ。庭の池からマジンゴーマジンゴーって出ないかな。空にそびえる黒金の城、スーパーロボッツ、わーダッシュダッシュダシダシ。この子テンション高いぞ、すごい。これでエレベーター行けるんじゃないか。エレベーター登れるんじゃないか。すげえ早かった。ダダダダダ。おお、エレベーター。え、どこに行く。地下。地下2階3階。地下2個か。まずマジンガーを確認しに行こう。この階にはまだ行けないみたいな。行けないのかよ。まだって何、まだって。いつ行けんのじゃあ。今でしょうよ。2階。2階行けんだ。すごい早かったね。ガガガガガ。おっと、おっと、何、お、マスパーじゃないか。どうじゃ、なあ、この屋敷変じゃないか。マスパーも結構変だけど、君が言う、何を今さら。いや、俺が言ってるのはこの屋敷の構造のことだ。構造、
エレベーターはあるのに階段がないなんて。あ、本当だ。そんな屋敷普通あるか。せやな、停電になったら詰むもんね。もしエレベーターが故障したらどうやって階を移動すればいいんだよ。賢いなマスパー、全く気づかなかった。言われてみれば確かに変ね。だろ、こんな山の中にひっそりと立ってるのも変だし、それはそんなに変なことじゃないと思うけど。まあとにかくさっさと親父を見つけてこんなところで出ようぜ。はい、マスパー賢いな。でもマスパーがさ、この子の幻想妄想ってことはマヨちゃんが普通に賢いのかな。鍵かかってる。ふむ、岩の絵があるぞ。二つの岩と一本の木が描かれた絵が飾られている。なんです？意味深だな、すごい。鍵かかってる。こっち側何もないよね。行ってないけど何も。じゃあ右側かな。3階も行けんのかな。とりあえず2階に来たけど。まあ行くぜ、行くぜ。これは敵とかに追いかけられたりはしない感じのゲームなのかな。割れた花瓶が置いてある。花瓶多いな。ベッドは調べられない。時計は7時。ベッドの下に鍵とかないですか？で、これなんだ？紙切れが置いてある。なんだこれ？え、なに？え、左上？待って、1、2、3、2、4、6、7。右から2番目、上から1番目に何かあるのかな？なんなんだろう？ちょっと覚えとこう。どっかの部屋になんかこういう構造のあったりするかな？鍵かかってる。鍵かかってる。また通風口です？あ、ドライバー使います。ドライバーめっちゃ使うな。あ、いった。え、入んの？はい、待って、通風口は土砂で塞がれてる。土砂で？あ、土砂の中に何かある。何？ 2F 西部屋の鍵を手に入れた。西部屋の鍵。通風口に土砂ってすごいよね。どうやって入ったんだ。意図的に入れなきゃ無理じゃない？風が通るとこなのに土があるっていう謎。ここは入れたんだっけ。あ、待って、装備しなきゃ。これだ。よし、一回開けたと。お、これじゃね、みんな、これでしょ絶対。あのさっきの黒いやつ知ってるぞ。スクラップブックが置いてある。中を見まーす。はい、高橋未練、2003年3月29日バツバツ県バツバツ市で自営業を営む高橋と年岡かなさんの長女ミレンちゃん11歳が密室状態の部屋から忽然と姿を消した。行くおか。家の中に誰かが侵入した形跡がないため、警察はミレンちゃんが自ら外に出て事故か事件に巻き込まれたものとみて捜査を進めているが、そもそもどうやってミレンちゃんが家の外に出たのかを完全に謎である。というのもミレンちゃんがいた子供部屋から玄関に向かうには両親のいるリビングルームの前を通らなければならないのだが、両親はミレンちゃんがリビングルームの前を通るところを目撃していないのである。またミレンちゃんの家の西側はバツバツ側に面しており、西側にしか窓のない子供部屋から外に出たとは考えられない。ミレンちゃんは一体どのようにして子供の部屋から消えたのだろうか。バツバツ市では数日前から不審者の目撃談が相次いでおり、警察は事故と事件両方の可能性を視野に入れて調査をしている。ふむ、神隠し的なことかな。子供の失踪事件みたいね。でもなんでこんな子がここにあるのかしら。さあなあ、軽いなマスパー。なんか光ってる。スクラップブックが置いてある。中を見まーす。萌木春。萌え。2003年7月28日。2003年ってことは12年前か。バツバツ県バツバツ町にて夏休みを利用して祖父の家に遊びに来ていた萌木春くん7歳が行方不明となった。午後2時ごろ、祖父の茂さんは春くんを自宅前の田んぼに連れて行き、2人はそこでザリガニ釣りなどをして遊んでいたという。午後2時15分ごろ、そこへ近所へ住む水野美智子さんが通りかかり、茂さんと水野さんは軽く立ち話をした。立ち話は時間にして約1分だったが、その間に春くんは忽然と姿を消してしまった。当時警察は事故の線、水路や田んぼに落ちたなどを考えて周辺を捜索したが、春くんは見つからず、最終的に誘拐事件も視野に入れて捜査を続けた。しかし犯人からの連絡はなく、事件は迷宮入りとなった。春くんは現在も行方がわからないままである。その子供たちがここにいるってことなのかな。見晴らしのいい田んぼからたった一分で消えるなんてまさに神隠しだね。本当にトトロ思い出すよ、トトロ。子供の足で1分で移動できる距離なんてたかが知れてるし、誰かが誘拐したのなら近くにいたおじいさんたちが気づかないわけないだろうし、一瞬で子供が消えちゃうなんて不気味な話ね。一瞬で大人が消える話もな。
こっちは迷宮入りしなきゃいいけどな。不吉なこと言わないでよ。お父さんは生きてるでしょ。生きてるよね。信じるぞ。屋敷の老朽化に関する報告書。いくつかの部屋にて、柱の歪み、壁の亀裂、床の穴を確認。復旧工事には時間と予算がかかるため、当面は応急的な処置でしのぐこととする。また、2F の通風口にひび割れがあるとの報告を受け、隣の部屋の壁に穴を開けて確認したところ、異常が見てられたため、認められたため、通風口の一部を撤去した。ふむ。なお、資金はプログラムに回されてしまうため、工事は遅れる見通しである。ふむ。今一瞬クロちゃんの声が。待って。左から2番目だよね。待って、これは時計は。待って、この時計だけ8時指してる。あれ、もう8時？いや、この時計がデタラメなだけだ。そっか、びっくりした。デタラメ。なんか謎解きに関係あったりすんのかな？一個だけ8時。時間も覚えててよかった。まあ、とりあえず、ここには何もないね。よし、じゃあ調べるか、本命の。えい！あ、机の中に鍵が入っている。鍵を取りますか。はい。取ります。2F 資料室の鍵を手に入れた。左側の方かな。で、あれ？あ、もう全部使っちゃったのか。左側。じゃあ右側だな。右側に鍵かかってるとこあったな。あったな。鍵ゲッツゲッツ。で、ここは違うな。鍵。装備 C の。このゲームは装備しないと使えないからね。鍵を開けて。入りまーす。広いな、部屋が。超能力者の日常という本がある。何それ。科学 VS 超能力という本がある。科学と魔術が交差するとき、物語は動き出す。その幻想をぶち殺す！超能力に目覚める100の方法。なんだろう、この館の主人は超能力に興味が？人はなぜ超能力に憧れるのか？かっこいいからじゃないか？かっこよくてかっこいい。それでいいみたいな。そういうことじゃね？人間の脳は 10% しか使われてない。というのは嘘。本当は。という本がある。ぶち殺すも言わなかったっけ？ぶち壊すだっけ？ずっと。毎回。確かその幻想をぶち殺すっていうのを言ってた気がする。気のせいかな？サペラトリラルパワー。サペラトリラル。よし！よくわかんないです。両方言ってたよね。ぶち殺すとぶち壊す。超能力ブームはなぜ起きたのかという本がある。スプーン曲げの極意という本がある。ユリ・ゲラーだっけ？ユリ・ゲラー。あ、スーパーナチュラルか。海外ドラマであったな、スーパーナチュラル。超能力と宗教という本。歴史上の超能力者たち。超能力のごとき念じるもの。超能力館の、超能力館の殺人かな。超能力百戦。なんだそれ。超能力百戦。パイロキネシス。サイコキネシスとかそういうこと。超能力大全という本がある。世界の超能力勢力図。好きだな、超能力。現代社会と超能力。すごい。超能力つければ何でもいいんじゃないの。東京タワー。おかんと時々超能力みたいな。何でもいいんじゃないか、もう。超能力つけば。時計の針は9時を指してる。この時計もおかしいのか？おっと！何これ？待って、外出ても赤い？赤い！マジで？怖い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 。何これ？あれだよね、写真を現像する部屋じゃないよね、ここ。なんかすごい赤かったんだけど。鍵かかってる。赤くするのが謎の時の鍵になるのかな？これでまたなんか出てきたりするかな？さっきの絵になんか文字が浮かんだみたいな感じで違うのかな？これ赤外線スコープつけてるの、この子。違うよね。これで絵を見たら違うか。違うか。怖いんだが、普通に。真っ赤じゃん。もうなんもないのかな。8時、でたらめ。なんもない感じかな。これ読んだよね。読んだ、読んだ、読んだ。ふむー。はい、じゃあ、というわけで、はい、なんか画面が真っ赤になったところで、このパートは一回終わっていこうと思います。すごいね、あれです。リングコマンドとか、オリジナルのね、キャラグラとか、すごい気合いの入ったよね、ゲームで。泣きゲーという噂のゲームなので、すごく先が楽しみです。最後までやっていくので、よければ続きも見てやってください。最後までご視聴ありがとうございました。